皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今回はゆいちゃんのレッスンです。はい、撮影場所は赤坂にあるマイゴルフレンズさんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、会員も募集しているそうなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということで今回のレッスンは、まあ、力まずに打つのと、はい、まあ、これもミート率アップにつながっていく練習方法、はい、ということで、はい、ということで早速なんですけど、ミート率アップできる練習方法をゆいちゃんにゆいちゃんだってゆいちゃんに教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、前もお伝えした通りミート率を上げると、うん、やっぱ飛距離ももちろん上がるし、安定もするし、もちろんスコアも良くなっていくので、いいことづくめ。そうですね。で、あと力まずに打つ、うん、すごいやっぱラウンドに出れば出るほどみんなこう力んで打ちに行ったり、うんうん、腕の力が強くなっちゃったりする人がすごい多いと思うので、まあそうならないようにする練習、うん、はい、これももう私が学生の時からすごいやってる練習方法で、練習場でもたまにやってる人見るんだけど。そうだね。そうそうそう、もう連続打ち、はい、まあ、3球ぐらい、3、4球ぐらい並べてもらって、これを、まあ、アイアンとかで、おー、まあ、で連続で同じように打っていく、うんうん、で基本はそのフルショットしなくても大丈夫、うん、これ意外となんかテンポ合わないかったりするよね。そうそうそう、まあ、リズム感とか、うん、リズムが悪かったり、あと力んだりとかしちゃうと、おお、そう、トップとかね、そうだね、そうだね。で、できるだけこうリラックスした状態で肩の力も抜いて、あとはハーフショットぐらいに。全部一定のこう距離ぐらいで収まるようなスピードで打ってほしいなと思います。はい、わかりました、まあ、きっとね、やったことある人もね、これはいるんじゃないかな、結構、うんうんうん、まあ、改めてね、やってみてほしい。こういう基礎練も大事だからね。久々にやるとできなかったりする。私もたまにやるとです。やってみるか。できるかな。久しぶりの連続打ち。いや、まず自信ない。あ、ちょっと全部引っかかってるね。若干引っかけ気味かな。いや、全然グリップが。あ、そもそもね。もう一回もう一回。もう一回。いや、でも難しいね。ね、やっぱなんかリズム感と力感が大事だよね。うん、そう、いきます。はい。お。な。あ。三分の二。いや、いいよね。やっぱ。フラフラするし、うん、でもフラフラしないようにしっかりこう地に足がついた状態でこう。うんうん。でも上半身は力入れないみたいなスイングが。うん、大事だなって感じですかね。これちょっともうちょっとやりたいですけど、今日は時間がないですよね。これ終わりにしたいと思うんですけど、すごい大事ですね。はい、ということで今回はミート率アップする連続打ちの練習方法について教えていただきました。ありがとうございます。皆さんも連続打ちちょっとね、練習場で、ね、ぜひやってみてください。ぜひ。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、あとね、どういうレッスンしてほしいとかなんかあったらコメントください。コメント欲しいね。ということでよろしくお願いします。次回の動画も楽しみに。